いつもロプライオショッピングチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます今回は2017年モデルランドローバーよりレンジローバーイボークエンバーリミテッドエディションを紹介させていただきますまずお車の状態ですがボンネット複数箇所に飛び石 左フロントフェンダーに線傷左フロントドアにへこみ傷右フロントドアトランクパネルに傷がございます走行距離に関しましては約19000キロと低走効果外装面のコンディションも良好な一台となっております外装色はサントリーニブラックと フィレンツレッドインテリアはブラックレザーが採用されております世界限定600台日本に関しましては5台限定と市場でも大変希少なエンバーリミテッドエディションが入庫いたしましたこちらのお車に関しましては HSE ダイナミックをベースに数多くの専用装備が施された特別仕様車となっております またルーフや前後のバンパーにフレンテレットの加速がされておりエクステリア印象的な一台となっておりますヘッドライトに関しましてはキセノンのヘッドライトが装備されており夜間走行時も安心してお乗りいただけます続きましてエンジンスペック紹介させていただきますエンジンは2リッター直列4気筒の ターボエンジンが搭載されており最高出力は240馬力でございますまた足元に関しましては純正20インチブラックペイントのアルミホイルが装備されており足元からも迫力を感じる一台となっております続きましてトランクスペース紹介させていただきますトランクに関しましては電動での開閉となります トランクスペース、十分な広さが確保された一台です。スーツケースに関しましても、複数個収納することが可能となっております。また、後部座席を倒していただきますと、長い荷物にも対応が可能です。続きまして、インテリア、紹介させていただきます。インテリアにはブラックレザーが採用されております。 運転席側に若干ではございますが、使用感がございます。では、エンジンを始動します。ステアリングに関しましては、レザーステアリングが採用されております。こちらにはパドルシフトが装備されておりますので、自由自在な変速が可能です。 また、アダプティブクルーズコントロールも用意されておりますので、快適なクルージング走行をお楽しみいただけます。ナビゲーションに関しましては、純正の10.2インチタッチスクリーン式ナビゲーションが採用されており、こちらは地デジの視聴も可能です。また、バックギアに入れていただきますと、バックカメラとサイドカメラが作動し、 安全に駐車を行うことができますシフトに関しましては急速のオートマチックシフトが採用されておりますまた走行モードも用意されておりあらゆる路面状況に応じて適切な走行モードをお選びいただくことができますフロント両席に関しましてはシートヒーター ベンチレーターが完備されておりますので1年中快適なドライブが可能となっております続きまして後部座席紹介させていただきます後部座席に関しましては目立った使用感はなく良好なコンディションを保っておりますまた広さに関しましても大人の方がゆったりとできるスペースが確保された1台です 後部座席に関しましてもシートヒーター、パノラミックグラスルーフ、メリディアン製のスピーカーが装備されておりますので、後部座席の方も快適性あふれる室内空間をお楽しみいただけます。最後に気になる車内の匂いですが、特におタバコの匂いとはいたしません。 今回は2017年モデルランドローバーよりレンジローバーイボークエンバーリミテッドエディションを紹介させていただきましたこちらのお車は走行距離約1万9,000キロと低走行かつ内外装のコンディションも良好な一台となっております数多くの専用装備によりエクステリアの迫力がよりました エンバーリミテッドエディションでございます。こちらのお車に関しましては、240馬力を発揮するエンジンに、急速のオートマチックシフトが組み合わせることにより、街中でもストレスなく走行していただける一台です。また、インテリアに関しましては、純正のタッチスクリーン式ナビゲーションや、シートヒーター・ベンチレーター、 パノラミックグラスルーフをはじめ、数多くの快適装備が施されており、満足度の高い一台となっております。お探しの方はぜひともお早めにご検討していただければと思います。よろしくお願いいたします。